中村雅香ショー at FM アバシリ。火曜日10時、回りました、今日もね田村雅香賞あっという間走り、1時間お付き合いをよろしくお願いしますね、日に日にね寒く寒いって言ったら悔しいからね涼しくなってきてね、よかったですね、本当にまた、コロナがね、いろいろもう本当に蔓延してるっていうのが、まあ、その報道そのものがねちょっともう過敏になりすぎてるっていうのかな、まあこれ大変だね、まあ今日それこそ知事と札幌市長が、その札幌市の警戒、レベルを決めて発表するとかなんか言ってましたけどもね、ねそこでねなんかその、スウェーデンの、ね、ことからなんか学びたいなと思ってちょっといろいろ調べたりおったりしてね、まあ本当になかなかまだ実態が分かりません、このコロナに関してはね分かりません、まあしょうがない、まあ、せいぜい私らは、強くやっていくしかないのかなって感じもしますよね、さあ、まあ本当はねそのコロナのことなんかもすっかり忘れて、やっていきたいところなんですけどもね、まあいいです、そんな中でもね、生きていくことには変わりないわけでね、そうやってやっていきます。今日はもうそれでも11月17日になったんだね、本当ね、そろそろもうクリスマスのこれ例年だったらねもう11月入ったら、各商業施設なんかはねクリスマスの雰囲気を、まあ醸し出してね、やっていってたらやっぱり今年はねいろんなことがもう様子が違ってきてるよね、これねそうやってその違ってくるのがいいことなのか悪いことなのか分かりませんけどもね、いろんな、どうしてももう新しいスタイルというのが出てこざるを得ないんだろうなって気はしますよね、まあ本当に暗中模索は続くんだろうなやっぱりね、思いますよ。それこそいろんな今まで、やってきた商売っていうかさ、やっぱり食っていくためにはまあ商売だけじゃなくていろんな仕事をしながらやっぱり私らはね食ってるわけだからね、それがやっぱりそのコロナ一つの影響によってやっぱりそれがどうも都合が悪くなるねことがいっぱい出てきて、でかたやなんかいろんな報道を見てるとそのコロナのその変化によってまあ収益をアップさせてるところもあったりね、なんかねその、まあ、こういう会社もやっぱり会社っていうかねそういう仕事をしてる方も結構いたりしてね、まあちょっといい知恵を出していきたいなと思います。で私のやってるこの仕事っていうのもね、まあ一般的に言えばもう全体のその例えばコンサートとか興行だとかそういうものがもう一切なくなって、これは立ち上げるって言ってももうえらい大変でね、人を集めるって言ったって大変で、それこそウェブ配信でやろうっていう動きもありますけども、まだまだそれがまあ浸透するには至ってない、
浸透するには至ってないということは、収益を得るっていうのはもうよっぽどのその、まあ、人気度がないと成り立たないということにはなってしまいますよね、本当に。うん、まあ、そうやって工夫しながらやっていく、ものなんだよね、やっぱしね。もう、まあ、こういうところに例えばほら投資をしたりね、まあ、投資をするのはやっぱり良くないと思う。やっぱり、何かを工夫して、やっていく、あるものを使ってやっていく、そんな気はしますね。さて、冒頭にかけさせてもらったのはね、そのずいぶん昔に作った、曲なんですけどね、最近あんまり使ってなかったようなものを、あ、これはねちょっと前にも使ったけどね、そういうものを使いながらやっていきたいと思います。一曲また聴いてもらいます。ピュート2013って書いてるから2013なんだろうな。はい、聞いていただきました、ピュート2013、これはね、オカリナでもできるように、作り変えて、しばらくやってないけどね、なんか好きなメロディーですね、これもね。そう、今日はね、部屋着のままスタジオに来てます。うん、まあ要するに誰もいないんでね、誰もいないってわけないんだけど、まあ一般のお客さんがね誰もいないんで、まあ、気が楽なわけですけど、うん、頭ぐらい一応ちゃんとしてますよ。うんでね、それでね、今部屋着で、まあ、よく着てるそのフリースっていう、まあ、フリースっていう言い方はもうここ最近だよね。あれはユニクロが言い出したのかな、ね。まあまあいいんですけど、まあフリースの上下を安いやつを買って、何年か前に買って気に入って使ってるんだけども、それがねそのズボンの方だけがなぜか毛玉ができるんですよね。なんでだろうな。いや、それはもうセットのものじゃなくて、たまたま同じ色のやつを
買ったせなんだけど、製品は全く別のものなんだけどね。で今朝ちょっとタグを見てね、あ素材が違うのかな、ところが素材が、どっちもポリエステル 100% でね、あ素材同じなんだなと思ってね、じゃあ素材のせいじゃないんだな、じゃあやっぱり織り方なんだな、ね、やっぱりフリースって言われる織り方、そのこれ何なんだろうこれ、あのタオル織りでもね、まあ分かんないけど、そのフリースいわゆるねフリースの織り方だと毛玉はつかないですよね。ところがそのなんだろうね、そのポリエステル 100% でもそのズボンの方はね、まあジャージに近いような織り方してるんだよね、毛玉がいっぱいできてね、あそうかそうか、そこら辺まで分かってりゃね、あの選んで買ったのにな、ね、そう思いながらさ、まあ そんなんもやっぱりわけ分からずにやってるからそのことになるわけでね、まあ一個一個がやっぱりね勉強でそこから学んでいかなきゃいけねえんだなと思いながらね、やっております。さあ、皆さんは冬の対策ね、まあそれぞれ寒いからねいろいろ施してると思うけどもね、ストーブガンガン炊くだけじゃなくてね、うん、まあそうやって冬になっていくんだわね。まあ本当にこれからもっともっと寒くなってね、それこそ、コンビニとか行ってもね、それこそもうこれ北海道だけの習慣なんだろうね、車のエンジンをかけっぱなしであの店の中入ってるね、あれなんか私にはねなかなかその考えられないんだよ、なんでその、ね、エンジン回しっぱなしするんだろうなと思うけどね、切ればいいのになと思ってね、あれ鍵はどうなってんだろうかね、昔のタイプの車だったらそれこそねエンジンかけてももう一つの鍵で 外鍵を閉めればよかったりするけど、今のは何でしょうね、そのスマートキーっていうスタイルになってるからね、できないとは思うんだけどね、鍵してないのかね、乗っていかれたら終わりだよ ねと思ったりしてね、大きなお世話ですけどね、まあまあいいや、とりあえず、もう一つ同じ頃に作った曲かな、サイクリング2013。こんな曲だったっけね、サイクリング2013でした。これは、多分ねあのファミリーコンピューター時代のねあんなイメージ、あれパックマンだとか あったでしょ、 あんなイメージだでね、あの触発されて作ったような気がしますね、懐かしいなと思いますね。そうそう、あの GoTo トラベルね、その関連であのまあ、私の周りね、私の周りは随分潤ってはおるんですけども、あの先日ねあの北見で大御所とまあ飯を食おうって言った際にね、その GoTo イートを初めて利用しましてね、GoTo イートで行って、まあところがね昨日だったかおとついだったか GoTo イートのその予算がもう消化されたということで、急遽打ち切りになりましたってね、なんかあのメッセージがあって、結局私はそのポイントを多分もらったかもらってないかよく分かってないんだけども、あのよくわけが分からないまま GoTo イートに至っては、おいては終わっちゃいましたね。
もう一回やってくれればいいんですけどね、本当に。さあ本当あれ何でしょうね、スウェーデンからねちょっと今こうやって発表できるだけのものは持ってないんだけども、あの経済をね抑えなかったってね、スウェーデンはね、あのまあそれは賛否両論いろいろあるだろうけども、だからな、やっぱりその経済の、経済活動を抑えるってことは、まあ結局ほら生死に直結するほどの事情影響がある方が、増えるわけでね、あらどうしたらいいんだろうね、本当にもうそれこそ今のそのね行政だとかもそこら辺の立場の人は大変だろうなと思いますよね。その何をやってもまあ非難されるわけでね、それは大変だろうな、結局何も言わずに給料だけもらってる方がいいんだろうなっていうね、日本人特有の生き方になってしまうのかもしれないけどもね、もう何か言ったら叩かれるわけだからね、まあまあ答えがない世界です。だからまあ私はね、まあ自営業だっていうのもあるから、なるべく関係ないところで生きていきたいな、本当に関係ないところで本当に生きていきたいなと思います、本当にね。それでまあ GoTo トラベルのおかげでね、いろいろ潤ってるんだけどね、昨日はねちょっと違うタイプのツアーがあのホテル網走湖にも来てましたよ。なんだかな、広告なんとかツアーでね、要はその首都圏関東圏でその企画されたらしいけども、随分安くね、あの広告を取り込むことによって安くその売り出す、まあ、それこそね結局ほらあの飛行機屋さんにしてもね、あのホテルなんかにしてもね、その、まあ、飛行機なんかほら、ね、なんか固定経費っていうのがありますからね、固定経費もやっぱり莫大ですよね、普通の業種よりもね、ホテルなんかもそうだし、それは人件費の影響は大きいっていうけども、ね、飛行機なんか持ってるだけで、ね、経費がかかるわけで、まして一回飛ばしたとなると一人乗ってたって、ね、あの満席になってようが、同じ経費がかかるわけで、同じほどの経費がかかってるわけでね、まあそういった中でね、今その人の、ね、動きが封鎖された中で、ね、あのどうやって売り上げを作るかっていうところなんだろうな、売り上げを作るっていうよりももう本当にただで走らせるよりはいいやっていう感じなのかもしれないね。ずいぶん安い値段で、北海道入りしてる、ツアーを昨日ねちょっと、ありましたけどもね、なんかそんなわけで、やっぱり いろんな多くの人が来てほしいね。それこそね、あのホテル網走湖でずっと6月ぐらいからやっと始められましたけどもね、久しぶりにね音楽聴けたよって言ってくれる人がいたりね、まあそれはやりがいがありますよね。あの気のせいか何のせいか知らんけども、ワイワイ騒ぎ立てる人も本当にない、全くゼロじゃないけどもね、あの いつぞやはね、そのロビーの隅っこの方でさ、ツアーの添乗員の方が会議をしとってね、なんか それが随分私は辛かった覚えがありますけどね。いや昔なんて本当にもうしょっちゅうだったですよ。もう演奏が始まろうがもう居酒屋感覚ですね、なんかね、ワイワイガヤガヤ、ワイワイガヤガヤね、修行は続くなってね。まあ私がね、その結局そのロビーに集まってくれたあの お客様に対してね、そうやってそれをさりげなく伝えるのがひょっとしたら上手になったのかもしれないですよね。その時のまああの辛かったことをさらっと言ったら、ああなるほどなって分かってくれるのもあったのかもしれないけどね、みんなおおむねね、あの静かに聞いてくれる、そして最後までいてくれるっていうのはね、コンサートの時間もね、最初は19時ぐらいから始めてたような気がするな。ね、ところがね19時だとね、まだみんなご飯食べてるね、ご飯食べてるんだよね、あのやっぱり宿泊の
お客様が、多くだからね、うん、そでじゃあ19時半からにしよう、ね、そうやっていやそれでもまだ早いんだな、で今度は20時からにしよう、で最終的には20時半からにしたわけなんだけど、でまあ終わりの時間はまあ21時がまあいい頃合いなんだなって感じはしてます。で、この20時半から21時っていう告知はこれは私のね遠慮から来てんだよね。1時間ぐらいやったらそんなもうお客さんそこまで付き合ってくれんだろうなっていう気持ちなんだよね。だから、うん、まあおなんとなんとメッセージいただいてる、本当にありがとうね。文章を読みますよ。まさかさんおはようございます。先ほどコロナの話をされていましたが、北見市では夜の街でクラスターが発生し、飲食店はまた大変なこと事態になっています。しかし私たちは今週の土曜日に開催されるイベントを元気に明るく盛り上げていきましょう。たくさんの方に楽しんでいただけるようにしましょう。では11時まで頑張ってくださいね。これ亀ちゃんだよ。ああそうそうだ、やっぱりね亀ちゃんだよね。そうだよ亀ちゃんもね、ね、北見からわざわざここまでね、話に来てるんね。そして今週の土曜日はね本当私たち おっちゃんたちがね、まあ おっちゃんの順序を見せてやるよみたいな、 そんなとこかな。まあ14時からの放送と、ね、15時からの、まあ、ちょっとしたライブと、ここはいいよ、ちょうどねその音の響きがね、それこそ最高級のエフェクター、ね、空間系リバーブを使ったような感じになるから、もうスピーカーも何にも使わないでちょっとやってみたらいいんじゃないかなって気はしますよね。あ本当にそうですよ。そのホテル網走こそもそうなんですよ。ロビーも高い天井、それから大きな、ね、一枚ガラスというかね、網走こう見えるようにね大きなガラス、ね、それだけだともうキンキン響いてダメなんだけどね、フロアには、ね、深い絨毯、ね、それがまあちょうどいい塩梅なんだな、ね、それこそ北見の芸術文化ホールなんか音楽ホールの方なんかはね風呂屋の中でやってるような感じですよ。あれも大変ですよね。何億円かかったんか知らんけど、俺に1000万でもくれればさなんかあったのにな、なことね、そんな俺みたいに声かかるわけないよな本当に。まあいいんですけど、今週土曜日21日土曜日14時からはおっさんずがみんな集まって、それこそね札幌の虻川さんもリモートで参加してくれるからね、だからラジオだから結局声は乗るから、うん、まあ本当に臨場してるのと同じですよね。まあ、そういうことで、楽しみにしてください。まあ、そういうやっぱりイベントごとはやっぱり大事ですよね。大事ね、そうなんですよ。あそうそうそう、そういやね文化庁がね、文化庁がその音楽家とかその、まあ、例えば美術その舞台そこら辺の世界の人を応援するっていうことで、いろいろその施策を出してたんだけど、それはねやっぱりそのエントリーが難しいんだよね。私もね話を聞きつけて、あそれでじゃあコロナに対策する何かをやろうってことでね、やったんだけど、まあ、何が違うだのこれが違うだのいろいろ返ってきて、結局もういいやと思ったら、いやでも期日は本当過ぎたんだけど、結局ほら利用する人があまりにも少なくて予算がえらい余っちまったんだろうね。だからもう一回その追加募集っていうことになって、11月ついこの間からねもう一回募集がかかったっていう連絡が来たから、じゃあちょっとまた様子を変えてやってみようかね、そんなことやってます。でもななんかちょっとね、うん、やっぱりそのまあずるい利用を避けるためにやっぱりそういういろんな細かいことを決めるんだろうけども、あんまり決めすぎると利用されないんだよね。難しいとこだよね本当に。それこそ地域振興の
各自治体がね配るあれなプレミアム商品券いろいろ本当に問題になってましたけどね、結局いち早くその利用者に届けたいということで先着順にしちゃったらやっぱり日本人真面目だから早くから行って並ぶんだよね。並んでもう3密もいいところね、1000密ぐらいだからね。まあ本当にもう滑稽ですけどね。だから網走がやったのは良かったよね、あれ、1人2枚まで。だからあれは賢いやり方、まあ、手間だけどね、手間だけどあれは偉いよね、本当に。よくああいうやり方やってくれましたよ。相当の金もかかったのと思うけどもね。だからあれ何もだったのかな、1万円に3000円がついてるのかな、1万3000円使えたのかな。まあさらっと利用させていただきましたけどね。結局あれをやることによって1万円に対して2万円ぐらいね、だからプラス1万円ぐらいの経費はかかってんじゃないかな、ね。まあ、その代わりみんなに行き渡ったからいいですよね。その頃にちょうど隣の北見市では抽選にしたんだよね。おりゃどうなのかなって気はしましたよね。ほんで片や先着順、あこれもどうなんかなと思いますよね。まあいやなかなかな、本当、平等だとか公平、いや平等っていうのはなかなかないからね、それは世の中ね。それこそ本当全ての人間関係もエコひいきが普通だからね。そのね、もうそれこそ学校だってさ、生意気なやつなんか本当やっぱりね嫌われるからね。ね、生意気なやつなんかもうほっとけと もういなくなるぐらいで、やっぱり学校側だって俺が先生だって思うだろうね、本当な。やっぱり可愛い子、懐いてくる子はねやっぱりひいきにするような、本当な。やっぱりそんなもんであって、いやそれこそ社会に出て、会社勤めなんかしたら、あれもまさにそうですよね。もう可愛い人はどんどんやっぱり取り上げるけども、生意気なやつはもういなくなれてね、なんぼ仕事ができようがね、それがやっぱり人の世だと思うしね。まとまってないですね、話がね。まあ本当にプレミアム商品券、うん、じゃあここでちょっとブレイク入れましょう。オカリナをやってみます。ちょっと珍しい歌です、歌っていうか曲です。マイアミビーチルンバ聴いてください。
い、聞いていただきましたマイアミビーチルンバでした、ね、あさあ本当にね、コロナの話はこれからもずっと続いていきますからね、まあ勉強になることだけをやっぱり取り上げてねやっていきたいと思います。過剰に反応してビビってもしょうがないんで、要はなくならないわけだからね、なんかをやっぱりまずはスウェーデンの流れはどうだったのか、ね、学習してみたいなと思っております。まだねその見始めたばっかりだから今ちゃんとしたことは言えないけどもね、きっと得るものがあるんじゃないかなって気はしますよね。要は一つ言えるのはパニックになってないんだよね、あそこはね、いいバランスが取れてるっていうふうに聞いてます。さて前からちょっと言ってたね、タイヤの話ね、冬のタイヤに皆さんもう履き替えたと思います。この間第一発目 その雪が降ってちょうどねその前日にね私が前言ってたそのオールシーズンタイヤがね届いて、履き替えて、まあそのねインプレッションをこれから伝えていきますよってね、まあそれがねちょうどその雪が降った翌日にね、その津別に行く馬段取りがあって、テント山を通って行ってね、それで外気温が、マイナス2度だったかな、まあ、要するに、まあ、マイナス2度とかプラス2度とか、そこら辺あたりが氷と水が混在している状態で、まあ、要はブラックアイスバーンの状態でね、であそこら辺のカーブが とってもいいその検証の場になるからね。いろいろ走ってみたらそれがね60キロぐらいまではねちゃんとグリップするんだよね。だからそれとね何よりすごく良かったなと思うのはね、ロードノイズを拾わない、ものすごく静かなんですよね。それがもう私はねそれこそもう古い話になるけども、初めて買えた車がスズキのジムニーでね、まあそんなことはどうでもいいんだけど、その当時はね札幌で最初買ったからね、スパイクタイヤをつけてくれたというか、まあ買わされたというかね、スパイクタイヤをだってスタンドレスタイヤっていうものがまだなかったような気がするな、その時はね、もうあまりにも古い話だからね。それでそれこそ札幌市仙台市はもう粉塵郊外がどうのこうのっていう時代ですよ。本当に工場肺炎どころじゃない、粉塵がもうね毎年アスファルトは削れてね、わだちの溝ができてもひどいことになってるってね、まあそんな時代ですね。それがもうスパイクタイヤが嫌でね、私はねもう嫌でしょうがなかった、もううるさいからね。そのだからその時どうしたかって言ったらね、その鈴木ジムにね、それ夏はねそのラリー用のタイヤ、目の粗いね、要するにまあなんだろうね、トラクターのタイヤみたいなそんなタイヤを履いてたんですよね。でじゃあそのままケツに重しをつけてグリップがちょっと強くなればと思ってね、40キロの生コン袋をね、あれはもうまあ柔らかいからちょうどフィットするし、まあ薄く収まるし、それを履いてね、冬をずっと過ごした覚えがありますよね。まあ今だとダメだと思うんですよ。今はほらスタンドレスタイヤでみんなが磨いてるから、そんなマッドタイヤじゃグリップしないと思うんですよね。当時はみんながそのスパイクタイヤで引っかき回してくれるからね。だから、そこら辺はちょうど私のそのね DNH 用のタイヤが良かったんだろうね。もう 何を困ることなくスパイクタイヤから逃げてこれて、でそれから何年か経った頃に、もう今ではなくなっちまったけど、スタッドレスタイヤが出てきて、その当時ね大津タイヤってのがあったのね。大津タイヤ、今ではなんかファルケンに吸収されて、まあブランドはなくなっちゃったけどね、大津タイヤがねすごい独特 のトレッドパターンを持つ、なんていうのかな、スタッドレスタイヤだから、当時はスタッドレスタイヤ買うなんて本当いないわけですよ、ね、私はもうスパイクが嫌いで嫌いでね、本当にね、本当にもう、まあ、うるさくて、だからそれでいち早くその
大津タイヤのスタッドレスを履いたらそれがまた小気味いいのね。めちゃくちゃもう、まあ、当時としてはですよ、スパイクタイヤに比べたら静かだしよく効くしね。それはまあみんながスパイクタイヤで引っかき回してくれてるわけだからそれは効くわ ね。あの本当ツルツルのアイスバーなんてないわけですからね。だからそれは良かったなと思ってね。それでまあ今に至ってこのスタッドレスタイヤのその技術競争の時代がしばらく続きますけどね。で今になるとやっぱりだんだん贅沢になってきてスタッドレスタイヤの音さえもう嫌なんだね。うるさくてうるさくて本当にもうだからスタッドレスタイヤはなるべく履きたくねえな。だからもうここなもう10年ぐらいもう雪がもうガンガン降ってね、もう大体夏タイヤで走ってましたからね。それでもういよいよもうあの寝雪だなっていうね。それこそね年の瀬とか年明けてからやっとスタッドレスタイヤにするそんな、冬だったような気がしますけどね。で今年はいよいよもう意を決して、オールシーズンタイヤに履き替えて、もう何せ一番良かったのは静かだってことね。本当に良かった。それで翌日雪が溶けて水溜りができてる。だからわざとねちょっとスピード上げてその水溜りに乗ったりしてね、やっぱり水はけもいい感じは分かるんですよすごくね。まあ、ただね私がこうやって言ってることはね、私はそのこれ自慢するわけじゃないんだけどその滑ることに慣れてるから言ってる方で、良い子は真似しないようにしましょうね。本当にやっぱり、頼るべきは頼って、私はもう自分がわがままでそのうるさいのが嫌で、ね、それを避けたいっていうだけだからね。まあこれがねそのオールシーズンタイヤが静かだってことは想像はしてなかったよ。それはね要するにもう履き替えるのがめんどくさいからっていうのがそもそもの発想だったんだけどね。まあ雪道ぐらいはグリップするだろうっていう発想でね。ところがまあ、さっきも言ったように、まあ、時速60キロぐらいまで要は規制されたあの速度の範囲内だったら、大きな心配はないなっていう、判断に一応今のところなってます。まあ、ずっとこのまましばらく履いていってね、いつ私がスタッドレスに変えるかっていうのをまあ楽しみにしておいてくれたら何かの参考にはなると思います。まあ、だからそのね滑るってことに慣れてる人は、には参考になるかもしれない。だけど一般的な多くの人にはね、あそうっていうぐらいに聞いておいてもらったらいいような話です。まあそういうことです。言い訳がましいけどもね。さて、オカリナを続きましょうかね。これは人気ありますよ。コンドルは飛んでいく。
はい、聞いていただきました。いつもね舞台ではねこのコンドルが飛んでいくと情熱大陸をね最後に、並べて締めくくる、これがなんか自分なりの収まりがいいなって感じはしてますよね。これよくねなんかまあ話題にねするんだけども、なんていうかね芸能人格付けチェックってあるじゃないですかね。ワインの話は本当分からんけど、3万円のスズキのバイオリンとね10億円のストラディバリウスとね、あんた違いが分かりますかってやってますよね。本当に、まあ、10億円バイオリンってすごいですよね。10億円だもんね。私がやってるそのオカリナっていうのはね1億円のオカリナなんてないからね、よかったなと思いますよ本当に。まあそんな凝ったものじゃないからね。そのだけどなんだろうね、その価格は別にして、宗次郎さんは陶芸家でさ、まあ、もちろん音楽家なんだけど、音楽家の前に陶芸家だからね、やっぱりあの人はやっぱり独特の世界を持ってるっていうのはやっぱそこなんだよね。自分でオカリナを作って2万個ぐらい作ったらいいやつが できるみたいなね。あら、やっぱりね求めてるものがあるわけですよね。 でもね、私あたりね、まあ、普通の人間として思うのはね、その、まあオカリナはね、それこそ10万円ぐらいのものもあったりするけど、せいぜいまあ1、2万せいぜい、3万円ぐらいかな、いやもうちょっと高いのもあったかな、いろいろあるんだけど、安いものは7000円ぐらいから売ってるわけですよ。まあプラスチックのものでね、その入門用って安いやつありますよ、3000円とかね、あれ1000円とか、それこそもう今あるのかな500円とかね。もうそれはもう本当に音も全然ピッチが合ってないし、あ違う安いから合ってないんじゃないんだわ、そのもうそれこそいくら高いお金なかったってね、ピッチが合ってるこれはいいっていうのなかなか少ないですね本当に。だからもう私はそのオカリナを調律する技術をもう習得できました、おかげで。よかったよ本当に。あのまま諦めてたらね、本当にダメだったんだけど、だから本当それこそまあオカリナをもっと利用する人が多かったらね、その調律も本当仕事として価値があるかもしれないけども、まあなぜやってる人が少ないから、まあ今のところはね、自分で販売するオカリナは調律して出すっていう、そういうスタンスでね、まあそれで十分なんですけど、そう、それこそ芸能人格付けチェックで出てきたねバイオリンの話、3万円のねバイオリンでもちゃんと感動的な演奏をこなすっていうね、それだけのその音楽の技量、まあそのぐらいの技量を持った人が実はあそこら辺に選ばれて出てきてるわけでね。それこそピアノも言ってましたよね、このピアノ買取センターから持ってきた中古のピアノって、ね、ところがそれがスタインウェイのすごいいいやつだったりするんだろうな、あれちょっとそこまで詳しく映してなかったけどね、まあ、だけど本当にまあいろいろある、まあ要はねその、安い楽器でも、いやその楽器としての機能がないのはダメですよ本当に。それこそ音の狂ったオカリナだとかね、そんなのはもう話にならんだけど、その、基本性能というかね、備えた、まあ、最低限の楽器でもね、まあ十分な、いわゆる十分な演奏をしたいなと思うんだよね。やっぱりこれは自分のプライドっていうかさ、で私が普段オカリナを吹いてんだけども、自分で仕入れてその、まあ、中国から仕入れてるから安く販売できるわけですよ。その今6000円、まあそれでもね6000円になっちゃったけどね、ちょっと仕入れが上がっちゃったからね。この間まで去年まで仕入れたやつは5000円で売れたからね、まあまあそれはちょっとあったけど、まあしょうがないもの、いろんなものがなんか上がってきてるよね。だからそこら辺で、まあしょうがないのかなと納得させたりねしてますけど、まあそれでもねおかげさんでそこら辺の
価値が分かってくれる人がね結構買ってくれてましてね、それは嬉しいなと思いますね。でいつかねやっぱりその、そんな安い楽器でもちゃんとそうやって調律して仕上げたらね、演奏用として、きっちり使えるんだよっていうことがどっかでまた伝わっていけばないいなと思うんですけどね。でまあその調律するそのやり方にしてもね、もう最初はね本当にもうまあそうダイヤモンドヤスリで手でやってたんです最初ね。だから丸い穴が綺麗な丸にするのにえらい時間かかってね、でしかも本当も台所の流しの横でやってるもんだから、もう土の粉がもう飛び散ってね、もうひどかったんだよね。もう やるたびにもうストレスでね、本当にもう隅っこの方に粉は行きますからね、ウイルスみたいなのウイルスね。だからまあそんなの格闘しながらやって、まあそうやって何年かやった、それ本当ついこの間ですよ、包丁を研ぐのに水使うよなって思うんだね。いやもっと早く気づけよって本当になと思って、で要するにオカリナのその削るところをまあ濡らしながらやっていくと、まあ、これがまあ具合いいんだ本当に。これはもうなんで早く気がつかねえんだろうなと思いながらね、まあいやまあ気がついたからよかったよ、ね、そんな感じです。まあそれでね、穴を広げるにしても本当きれいな円で角をギザギザさせないでね、やることができた、ね、それで、その穴を開けた時 そのクレーターのエッジもね、ヤスリできれいにやって それもね最初は穴を開けてからヤスリをかけてたんだけど、それでふと気がついたんだよね。その穴を開ける時っていうのはその上の塗装がねパリッと剥がれたりすることがあるんだね、余計にね。だから それがちょっとまあ痛めないように、まあ、慎重にはやってたんだけど、やっぱりそれは所詮ね素材が別だから土とはね、パリッと剥がれたりするわけで、じゃああらかじめ削る前にエッジをもうヤスリで削っておいたらどうだっていうのは、それも最近気がついてね。まあやっぱり修行は続きますよね。まあそうやって大きくなっていくんだろうなって気がしますよね。いつになったら大人になるんだろうってね思いますけども、正直な話ね、大人なんていないと思いますよ。ちゃんとした人間なんていないと思う、本当に。ただ年取っただけの子供だってから未熟な人間だと思うよ、本当に。そのぐらいに思っときゃまあ騙されないというかね、ああね、そんな気がしますよね。まあ、いらんところに話がいっちゃいましたけど、ちょっと、気分を変えます。これはいいですよ、おもちゃの兵隊のマーチ。
はい、聞いていただきました。これはね、自分なりにね、なんか思い出すメロディーで、その弦楽四重奏でね編曲してみて、それでその昔のそのヤマハのね S、 ヤマハのソフトシンセサイザー安いですね、それで出してる音なんだけど、まあ本当に結構な、まあ、もうちょっとだよね、もうちょっと本当にまあ、やっぱり弦の音って難しいですよね、そんと本物風にやるのは難しいよ本当にね。なあ、でもまあなんとかまあそのゲーム音楽的には聴けるレベルに表現できたのかなって気はしますよね。本当にまあ、うん、それでいいんじゃないかなって気はしますよね。さあ、最近はね、YouTube、 今更なんですけども YouTube をねちょっと力入れようかね、それでホテル網走こそでのその宣伝の時もね、もちろんこのラジオでも言わせてもらったけど、まあ YouTube を見てよってね、田村まさか検索ですぐ出てくるから見てよってね、でまあじわじわとそのチャンネル登録者が増えてます。まだ全然そのねえ、ぶっと伸びていく人とはまた全然違うけどね、本当にそれこそね、札幌で、ああそうだ、札幌のねそのテレビマンね、横山ディレクターという名前で出てるけどね、まあ本当1ヶ月で3000人、すごいよね。だから、まあ、すぐだから YouTuber になれたわけだね。まあもちろん映像の編集技術、取材の技術はもともとプロだからね、それも持ってるんだけどね、まあ面白いですよ。その出すね、出すそのスタイルもね独特でね、一応顔を伏せてね、ね、面白いなと思ってね、またどっかで、遊んでもらいたいなと思いますけどね。で、まあ、YouTube をいろいろ見てもらってますということは、その YouTube のネタをね、やっぱりいろいろ上げていかなきゃ、本当にまあその毎日のように上げていく方がまあいいと思うんですけどもね、それこそ最初はね、その YouTube を知ったのが大体10年ぐらい前だったような気がするんだけども、へえこんなのがあるんだ、すげえなーと思って、まあおっかなびっくりでやり始めたんだけど、それ保存しとくね、まあハードディスクとか、まあサーバーね、それはまあどんなことになってんだろうな、結局ほら世界中から受け付けるわけだから、どんなことになってんだろうなと思いますよね。もう今その YouTube、まあもちろんこんなネットワークのネットワークで運営するわけだからね、そういうデータ基地っていうのがまあ世界中いろんなところにあるんでしょうね。本当に人の来ないようなその土地の安い土地を買ってね、そこにまあね、それこそ大規模なね、そのデータセンターみたいなのを作って、まあ基本的には無人君でいいわけだから、そうやってやってんだろうね。もう最初はもう想像つかなかった、そんなどうやってそんな預かった、ただで預けて、それこそそのなんかビジネスモデルっていうのかな、なんだろうな、その今でいうその SNS にしたってね、結局ほら無料で使えるね、一時流行ったブログ、まあブログもね今ちゃんと生かしてる人は生かしてるみたいですけどね、そういうものをね基本的には無料で使えるね、そうやってなん仕事になるんだろうかね、遊んでんだろうかくらいに思ってましたけどね。でまさかそのねね、Facebook がほら GAFA って言われるぐらいなんかもうね、本当もうトヨタ自動車もはるかにしのぐ収益構造を持つね、もう会組織になったりする、ああそうなんだね、まあ そこら辺にヒントがあったわけじゃないけども、私もね、まあ、CD を販売する、お金を販売する、まあそれもいいんだけど、もちろん買ってくれりゃ私はめちゃくちゃ喜ぶんだけどね。だけどあ、もうこんな時間になってしまいましたね、もううっかりしとったらね、私はやっぱりね深夜向きなのかもしれないね。まあいいや、今週もありがとうね、何書きながら行こうかな、お、フーライボー
オカリナでオカリナバージョンを聞きながらお別れしましょうか。今日もなんか1週間1時間付き合っていただいてありがとう。また来週で。